野生のキノコを食べて食中毒になった上田市に住む20代の男性が死亡したことを県が明らかにしました。長野市保健所によりますと、21日に腹痛や嘔吐などの症状があり、その後容体が悪化していたということです。ドクツルタケとコテングタケモドキが原因と推定されています。